パンドラインターネットラジオとは自動化された音楽、レコメンデーションサービスで、ミュージックゲノムプロジェクトによるプレイリスト管理システムである。パンドラメディア、インクが運営しており、アメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドで展開されている。ユーザーのアーティストセレクションに基づき特定ジャンルの楽曲を選定して再生する。ユーザーが出すサービスが選択した曲に対する、 肯定的もしくは否定的なフィードバックはパンドラが今度再生する楽曲に反映される。再生する際にその曲や収録アルバムを購入できる数件のオンラインショップが表示され購入することができる。400以上の音楽アトリビュートを使って次に再生する曲を選択するがその400のアトリビュートは偽のあるフォーカストレートと呼ばれる大規模なグループを組み合わせたものである。 例として、シンコペーションのリズム、調整音楽のキー、火星ボーカルで構成され、楽器の熟達が反映される。パンドラのメディアプレイヤーは、オパンナスロが元になっている。また、6DVP といったスタンドアロンのプレイヤーやリスイバ、対応ラジオ、フロンティアシリコン接続オーディオシステム、スリムデバイス、ソノスといった製品からでもパンドラにアクセスできる。二千八年七月十一日、 アップルの iPhone、iPad、iPod Touch 対応アプリケーションを iTunes App Store で公開したが、Android、Blackberry、HP WebOS、Windows Mobile 対応のアプリケーションもある。2008年6月18日までは MSN においてもラジオサービスを行っていた。Sprint Nextel に対応するための修正バージョンもある。このサービスには、 広告付きの無料サブスクリプションと広告なしの有料サブスクリプションという二通りのサブスクリプション形式がある。また、携帯機器対応のパンドラモバイルとホームコンピュータ、アプライアンス対応パンドラで表示される広告もある。ほとんどのユーザーは無料サブスクリプションを選択する。株式公開時点で、 パンドラのライブラリーには8万ものアーティストによる80万曲が収められ、ユーザー数は8000万人に上っていたが、2012年ではユーザー数が1億5000万人に増加した。2010年5月、パンドラはリード411による2010年最もホットなサンフランシスコ企業の一社に選出された。2011年1月、 投資銀行と協議し1億ドルを調達するための株式公開を前向きに検討し、2月11日、証券取引委員会に1億ドル調達のための株式公開を申請し、6月15日にニューヨーク証券取引所に上場。ティッカーシンボルは P で新規公開価格は16ドルだった。この上場で26億ドル近くを調達した。 2011会計年度の間、1億3800万ドルの収益を上げたが、株式上場による特別配当費用を除く1800万ドルの損失も出している。2017年3月、毎月9.99ドルで利用できる定額制音楽配信サービスパンドラプレミアムを発表。ステーションとは設定したアーティストや楽曲、もしくは単一のステーションでのいくつかの種類からの 複数アイテムの組み合わせのセットである。ユーザーは、規制のジャンルステーション、他ユーザーのステーション、自身の興味に基づき作成したステーションを合わせることができ、再生できる各トラックには、好意的、非好意的のそれぞれのボタンがあり聞いてよかったかどうか判断でき、ステーション内にある同様な分類をされた曲を再生してよいかの基準になる。 同じアーティストに対する第二の否定的評価として、ユーザーが別の時にアーティストの項目をマークしていないか様々なステーションにおいてリストされていない限り選択したステーションからそのアーティストを削除できる。音楽アトリビュートやアルバムには反応なしも適用される。否定的評価を下した場合トラックの再生は直ちに停止される。サムズダウンボタンのクリックがあまりにも多い場合、 短期間スキップされる。加えて、I am tired of this song, why was this song selected, move song to another station, new station, and bookmark という選択肢があるメニューがある。また、by u というボタンが各曲ブロック上部にあり、クリックすると iTunes もしくは Amazon で曲を購入できる。各ユーザーアカウントの設定で曲の再生時に歌詞を 表示するかどうかの設定ができるが、ペアレンタルアドバイザリーラベルのアルバムには、排他的に適用されない。この場合、検閲されたバージョンなら、適用される。例として、スティーブ・ミラーバンドのジェット・エライナーは流されるとき、検閲される部分の歌詞がある。歌詞表示をオフにした場合、PA ラベルがないアルバムにもかかわらず、そのバージョンは、再生可能になる。2000年1月、 パンドラは、ウィル・グレイサー、ジョン・クラフト、ティム・ウェスター・グレインによって設立された。初期の技術は、グレイサーが手掛けたが、ウェスター・グレインも音楽入力を担当した。このアイデアは、音楽の異なるスタイルを予測可能なパターンに持ってくることだった。彼らは告示する特徴を持つ他の曲を提案するために、リスナーの好みに合わせて録音された曲ごとに400もの仕様を制作した。 今日、3500万以上のリスナーを抱え、iPhone、Android、Windows Phone といった数多くのスマートフォンで聞くことが可能である。2012年7月、ユーザー数が5490万人を突破し、前年の3710万人から48%増加したと発表した。2017年6月、衛星ラジオプロバイダのシリウ i u s x m と、 戦略的提携を結び、同社から4億8000万ドルの出資を受けた。大魔化による規制と著作権の保護を遵守するために、パンドラはアメリカ合衆国、ニュージーランド、オーストラリアでしか使用できないようになっている。当初、登録時にアメリカ合衆国の ZIP コードを入力するだけで済んだが、二千七年五月三日からは IP アドレスのフィルタリングを行うようになった。 パンドラでは繰り返し再生や巻き戻しは不可能である。2009年5月まではステーションごと1時間のスキップは6回まで、24時間で72回までで、サムズダウンボタンを押すか、ドントプレイフォー、エイマンスと求めることでスキップのカウントとした。2009年5月21日、スキップ制限が変更され、全ステーション共通で24時間あたり12回までとなった。 もし制限に達した状態で、サムズダウンボタンを押しても、Don't Play for A Month と求めても再生が継続されるが、曲の再生が終わった後ユーザーが設定した制限が有効になる。Vista 対応のガジェットでは、この制限は適用されなかった。当初、アカウントごとの設定だったが、IP アドレスごとに設定されるようになった。パンドラ自体同じような音楽を提供するが、 プレイオンデマンドサービスではないため単一のアーティストの曲を聴くことも制限されている。2009年時点でパンドラのサブスクリプションサービスのみで利用可能なミニプレイヤーがある。無料アカウントでは広告が表示され、ストリーム上にリストされる広告や広告スキンで単純にストリームを中断して出すが中断しないタイプとしてポップアップ広告も出る。 ビスタプレイヤーでは広告は出ない。当初、無料アカウントでの聴取時間は月40時間までで、月額0.99ドルで無制限に聞くことができたが、2011年9月より40時間、制限は廃止された。ライセンス制限の関係で、再生されるのはアルバムごと1トラックのみである。ピンクフロイドの狂気というアルバムでは、最初の曲から、 最後の曲まで一つの曲であるかのように切れ目がない、使用のため曲が中断したかのように、トラック再生が終わってしまう。2012年11月時点で、マイクロソフトがサイドバーガジェットのサポートを打ち切ったため、Vista ガジェットもサポートが打ち切られており、ダウンロードも終了している。現在利用可能なデスクトップガジェットには、Pandora がある。 ブラックベリー対応のパンドラモバイルは AT&T、スプリント、ベライゾン、T、モバイル、ブーストモバイルやアメリカ合衆国の携帯電話キャリアしか利用できないが他のプロバイダを使っているブラックベリーユーザーはパンドラのウェブサイトに直接アクセスすることでフル使用できるアプリケーションをダウンロードすることができる。また Google の Android にも対応しており広告が表示されるが 初期のスキップ制限が適用されているとされる。iPhone にも対応しているが認証されたダウンロードやインストールはアメリカ合衆国、オーストラリア、ニュージーランドの iTunes アカウントのみでしか許されていない。パンドラによる消費者志向の音楽発見サービス、特にインタラクティブではないラジオステーションは自身のビジネスモデルにとって重要な意味を持っている。 2011年10月31日までの3ヶ月間、パンドラの総収益の88%が広告だった。1000時間あたりの RPM や収益は1000のインプレッションごとの CPM やコストで決まる。CPM はネットワーク効果に大きく依存するためウェブサイトの規模が拡大し、ユーザーが増えることになる。また、 幅広いディストリビューションを可能にするためのパンドラの戦略はデバイスとトランスポートからのアンバンドルなサービスを提供することだったが現在はシステムオンチップメーカーと共にチップ内で自身の技術を組み込みサムスン電子、ソニー、パナソニックといったコンシューマーエレクトロニクスメーカーによるプロジェクトを遂行しているパンドラのコスト構造は非常に可変的で総コストの 約半分がコンテンツ取得に関するコストである。コンテンツ取得のための主なコストには3種類あり。第1に、サウンディックスチェンジが曲を所有するレーベルやアーティストの代わりに使用料を徴収するが、総コストの圧倒的な割合を占めている。第2に、パンドラはパブリッシャー、ソングライター、コンポーザーの求めに応じる形で、ライセンス費用を BMI、アスキャブ、 セセクに払う。最後、ロビに曲とアーティストの情報量を払っているが、最近は一定の月額になっている。非常に可変的なコストはパンドラが重要なオペレーティングレバレッジを持っていないことや、次の数年で、モバイルの製品構成の不利なシフトによるネガティブなオペレーティングレバレッジを実質抱えることになることを意味している。現在、デスクトップ使用時間の 約9分の1の短さでモバイル使用時間をマネタイズできると推定している。パンドラがユーザーのプラットフォームに関係なく1時間あたりの同ライセンスのコストを払うことはモバイル使用時間あたりの利益に対する純粋な貢献がデスクトップ使用時間の利益に対する貢献と比べて非常に歪んでいる。パンドラがサードパーティーの広告ネットワークに依存することで 内面的にプレミアムレートで広告枠を販売することにシフトするため、モバイル収益は時間の経過とともに改善するとされる。パンドラは2012年第1四半期で総収益が8080 80万ドルになると発表、前年比58%の伸びだった。8080 80万ドルのうち7060万ドルは広告、1020万ドルはサブスクリプションによるものだった。 加えて、対前年比で広告収入の割合が62%に増加し、サブスクリプション収益も38%に増加した。2007年、連邦政府のパネルとサウンディックスチェンジは、ウェブラジオ局がアーティストやレコード会社に払う曲ごとの再生ロイヤリティを倍増することを求めることで合意した。このスキームの下、インターネットラジオ局は、 衛星ラジオ局が払うロイヤリティの倍のロイヤリティを払うことになった。同時期に出た著作権ロイヤリティに関する判決により支払額の増額とライセンスの保証が求められるようになり、パンドラのサービスもアメリカ合衆国以外では利用できなくなる事態になった。この判決はアメリカ合衆国にあるすべてのインターネットラジオ局に適用された。2008年月時点でパンドラは 欧州市場での再開を模索するために、ロイヤリティ問題で大手レコード会社と交渉中だったが、欧州のロイヤリティ基準と、有料ミュージックサービスに対する需要の薄さによるコストが重くのしかかっていた。2008年パンドラ設立者が、企業は崩壊の危機に瀕していると述べた。この時ロイヤリティ量が、パンドラの収益の大半を侵食しており、もし、 サウンディックスチェンジと合意に達しなかった場合、パンドラの終わりを意味していた。ティム・ウェスターグレンは、我々は、このように金に負けている。我々が、ワシントンでこの問題を考えている瞬間にも、問題解決に向かうことなく、資金を無駄に浪費しているため諦めざるを得なくなるかもしれないとこの時発言している。二千八年九月三十日、法案が上階を通過したことで、パンドラは、 サウンディックスチェンジとの交渉を2009年以降も継続することになった。2009年7月7日、パンドラはロイヤリティ問題に関して強引に達したと発表、ロイヤリティ率が大幅に引き下がったことで、パンドラが事業を継続することができるようになった。また、無料で聞く場合は、聴取時間を月40時間に制限するが、月額0.99ドルで無制限に、 聴取できるようにするとも発表した。企業のブログには改定されたロイヤリティは非常に高い、他のラジオ放送形式よりも実際高いと記載された。長時間の聴取量はアップグレードと異なり、広告が表示されず、ビットレートも1 9 2ロ b p s に増え、専用音楽プレイヤーが提供される。このサービスはパンドラワンと呼ばれ、 年36ドル払えば利用可能になる。2011年9月20日、パンドラは40時間制限を廃止し、320時間に拡張することを発表した。もし320時間に達した場合、パンドラが電子メールでユーザーにシステムを悪用していないかどうか尋ねることになる。同年11月22日、第三四半期の収益を発表。 ロイヤリティコストは利益の50%で予想よりも若干良かったものだった。この利益のほとんどが広告によるもので相当な割合で増えている。パンドラはユーザーの数を増やしただけでなくユーザーの平均聴取時間も増えている状況になっている。パンドラの現在のアカウントによる聴取時間はアメリカ合衆国における総聴取時間の4%と推定される。 パンドラの成長で音楽レーベルのレバレッジを得ることとロイヤリティコストが下がるようになることが望まれる。同年12月9日、スポティファイの CEO であるダニエルエクが、スポティファイラジオがステーション数もスキップ数も無制限にすることを発表。パンドラ使用率の70%を携帯端末ユーザーが占めていることで、スポティファイラジオアプリケーションで、 パンドラの携帯端末市場に対抗する意思を示した。パンドラのティム・ウェスターグレイン CEO は企業がアーティストに払うロイヤリティ量を80%減らすことができるザインターネットラジオフェアナスアクトやイファを支持すると表明した。2012年11月5日、パンドラはロイヤリティ量に関してアスキャップから連邦地裁で提訴された。訴状には パンドラがアスキャップの会員43万5000人のすべての曲に対するライセンス量を不当に低く抑えようとしたとある。2013年エンターテインメントウィークリーは音楽サービスの比較でパンドラを B にランク付けした。記事にて無料のストリーミングラジオ年36ドルで広告除去。2005年にスタートしたパンドラはほぼすべてのプラットフォームで利用可能だが、 オンデマンドではないし、ステーションはアルバムの比較的小さいブールから描く傾向にある。と書いている。ありがとうございます。